はい。今ね、狩猟免許の、第一種の罠猟かな、あの箱罠の方が終わりました。まあまさにね。で、ここが、鳥取の中西部の西部総合事務所で、これから帰るんだけれども、まあ、一応ね、学科は受かったんだよ。学科はなぜか受かった。全然勉強してないのに。いや、でもね、何かがわからないのはね、鳥獣判別が鼻くそもできないわ。あれ、とりあえずね、白いものは取っちゃいけないっていう法則に基づいて答えた。そしてね、イタチのオスとメスはね、わかんねえ。わかんねえ。マジわかんねえ。まあ、あとは7月の11か12ぐらいに、まあ、ホームページで結果出るし、まあ、そのホームページの結果を見るのはちょっと辛いから、郵送で待つわ。なんかね、落ちたくせえなよ。箱穴もね、触るなって書いてある、なんかね、取っ手のところは触るなって書いてあるんだよね。それを触ったから減点なのかな、ちょっとわかんないけど。うん。まあ、落ちてたら落ちてただわな。まあ、しゃあねえわ。